こんばんは、藤本ひろしです。前回の動画にいただいたラジオ動画のコメント読んでいきたいと思います。ということで、ヤンメイさん、いつもありがとうございます。藤本さん、皆さんこんばんは。ラジオ70回&登録者数3200人おめでとうございます。ありがとうございます。アイドルプリキュア、前回ですね、アイドルプリキュアというものをちょっとご紹介したんですけども、それについてですね。アイドルプリキュア初めて知りました。本とか復刻しないかな。なかなか体型だって知るのは手間がかかりそうですね。知るにいいサイトとかありますか？また、プリキュアのゲームについてですが、音ゲーもいいですが、それこそ毎年のアイドルプリキュアステージなんかあったら確実に満員御礼ですよね。アルバムだって売れると思うし、新規を過去プリとつなげるのにもいい企画じゃないですかね。ていうか、単純に感謝祭じゃないですけど、毎年ライブがあったら嬉しいですよね。ではでは、チャオとコメントいただきました。ありがとうございます。はい。前回の動画でもちょっと話題になりました。アイドルプリキュアという、まあ、プリキュアプリティストアから始まった、まあ、プリキュアをアイドルと見立てて、いろんなグループ組ませて、なんかこう、グッズ展開してるっていうものがあるんですけど、いいですよね、アイドルプリキュア。ちょっと、そうですね、なんか今、新たにアイドルプリキュアを知ろうっていう方は、そうですね、歴代のそのアイドルプリキュアシリーズを知るのはなかなか大変かもしれないですね。アニメの本編と違ってね、歴史があるっていう、まあ歴史はあるかもしれないけど、何かしらこう映像として残ってるわけではないですからね。そのグッズとして、でしか残ってないから、そこら辺をちょっと改めて知るっていうのはちょっと手間かもしれないですね。そのヤンメさんもおっしゃってる通り、本が昔あったんですけど、まあこれまたちょっと通販限定でもう売ってないんですけど、その今までのアイドルプリキュアをまとめたっていう本があったんですけど、それはもう今売ってなくて、Amazonとかでさっき調べたんですけど、調べたらめちゃくちゃ高値で買い取りというか、なんか転売みたいな感じになっちゃってて、だからもう実質的に買えるっていうのはちょっと、定価で買うのは無理なのかなっていう感じになっちゃってますね。もう一回売ってくれてもいいのかなって思いますけどね。なんかもう一回売っても全然売れると思うんですけど。てかアイドルプリキュアシリーズもう一回ちゃんとっていうか、もう一回ちょっとね、ガツッとこう打ち出してくれたらこちらとしても嬉しいななんて思ったりしますけどね。アイドルプリキュアいいですよね。まあそれ関連で、アイドルプリキュアの音ゲーとか出たら面白いよねっていう話も前回して、そうですね、音ゲーもいいですが、それこそ毎年のアイドルプリキュアステージなんかあったらもう確実に満員御礼ですよね、ということで、これもいいですね。プリキュアショーというか、プリキュアライブみたいなのが、アイドルプリキュアとしてあったらいいですね。なんかアイドルプリキュアってか、アイドルプリキュアシリーズって本当になんか考えれば考えるほど、ねえ、なんかグッズ、展開だけに留めておくのはもったいなさすぎますよね。ゲームでもいいし、ステージでもいいし、ライブでもいいし、何にでも派生できますもんね。それこそね、なんか外伝みたいな感じで、アニメ化しても面白いかなって思うけど、OVA みたいな感じでね。まあでもそれもそれかな、ちっちゃい子とかは混乱しちゃうのかな。どうなんだろうね、面白そうだと思うんですけど。なんかドラえもんで言うドラえもんズみたいな今のちっちゃい子ドラえもんズわかんないかもしんないけど、あの昔ドラえもんって映画限定でドラえもんズっていう、まあドラえもんの同級生みたいな同じロボットたちがわちゃわちゃするっていうシリーズがあったんですけど、ドラえもんズみたいな感じでアイドルプリキュアシリーズのね映像化もあったら面白いなって思うけどな。なんか妄想は膨らむばかりという感じなんですけど、いいな、でもアイドルプリキュア。なんか今後もね、なんかグッズ展開を、してほしいなと思いますね。で、どんどん人気出て何かしらね、映像かなり、ライブかなり、ゲームかなり、何かしらね、なんか商品として残ってくれたらいいなって思いますね。ちょっと期待しましょう。はい。ということで、ヤンメイさんありがとうございました。ということで、今回も始めていきましょう。第70回ですね。始めていきましょう。
改めまして藤本ひろしです、この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアっていう番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なので、我々大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在はなかなか肩身が狭いというのが現状でございます。なのでこの動画内ではせめてオープンに皆さんの意見を語っていこう、語ってもらおうということでこの動画を用意しております。皆さんからのコメントを募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身の意見も喋っていこう、そんな感じの動画になっております。ということで、前回のラジオ動画第69回にいただいたコメント読んでいきたいと思います。引き続き、今回で70回ですね。ありがとうございます。ラジオ動画第70回まで来れました。目指せ100回ということでやっていきたいと思います。ということで、つくよみジゼルを守って愛する会理事長さん、ありがとうございます。名前変わりましたありがとうございます。なんかもうちょっと簡単な名前でしたよね、今までいつもありがとうございます。藤本さんこんばんは。はじめに言います。藤本さんのパワープロ実況です。小屋高校甲子園出場おめでとうございます。ありがとうございます。私は藤本さんのパワープロが甲子園に行くのを心待ちにしておりました。しかも私の好きな世代が甲子園に出るとは思っていませんでした。藤本さんのパワープロ、甲子園で暴れてきてください。さて、私はプリギュアでは妹がいるのでキッズステーションでハグプリを見ていて、現在38話まで見ていて、テレビで全プリキュアやサブキャラが出てきて興奮して妹に惹かれました。あ、ハグプリね、全員集合会ありますもんね。私の推しのマコピーやトワ様が出てきた時はスタジアムのように興奮しました。話は変わりますが、プリキュアの音源がスマホに出てほしいですね。さて最後になりますが、藤本さんのパワープロで甲子園で優勝するのを願っています。それではチャオとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、まず最初、見てない方からしたら残っちゃって頃だと思うんですけど、自分今ね、YouTube に動画投稿してますけど、その中でいろんなシリーズが今あるんですけど、その中の一つ、まあラジオ動画もそのシリーズの一つなんですけど、その中の一つにパワープロ実況っていうのを自分今やっていて、まあパワフルプロ野球、略してパワープロですね、野球ゲームですね。その野球ゲームで監督モードっていうのがあるんですよね。自分では操作しないんですけど、選手たちに指示をして選手たちに頑張ってもらって、で甲子園を目指そう、甲子園優勝を目指そうっていうモードがあるんですけど、それでね、選手たちをプリキュアの名前と顔にして、それに見立てて、まあ藤本監督としてプリキュアたちと一緒に甲子園を目指そうっていうゲーム実況を今やってて、で先日ついに甲子園出場を果たしたんですよ。めちゃくちゃ嬉しくて、結構苦節何年って感じだったんですけど、やっとこさ甲子園行けたので、まあでもそこで終わりじゃないからね、甲子園優勝できるようにという感じですね。このラジオ動画上がってる頃には甲子園大会の結果の実況はもう上がってるかな。多分上がってると思うんですけど、まあ気になる方は本編見てくださいという感じで、パワープロ実況めちゃくちゃ楽しいんですよね。やってる自分も本当に楽しくて、なんか結構取りだめしちゃってて、結構先の分まで今もう動画は出来上がっちゃってるんですけど、まあ一気に公開してもね、見る時間ないかなと思って、少しずつ少しずつアップしていこうと思いますので、皆さん楽しんでいただければなと思います。でつくよみジゼルを守って愛する会理事長さんはですね、今妹さんがいらっしゃって、でキッズステーションでハグプリを見ているということで、ハグプリいいですよね。ハグプリ自分もとても好きです。ハグプリはね、特にそのオールスター界、話題にされてましたけど、その今までのシリーズを見てれば見てるほど、オールスター界は結構響くものがあるというか、感動するものがあるので、ぜひね、ハグプリのオールスター界をご覧になった皆さんで、そのオールスター界に出てきて、なんとなく見覚えがないなっていうキャラクターがいたら、なんかね、そのシリーズを見るのもありなのかなって思いますね。過去作を見る取っかかりにはすごくいいのかなと思いますね。あのハグプリのオールスター界ね、何がいいって、プリキュアは全員出るのはもちろんすごくいいんですけど、サブキャラも結構出るんですよね。そのプリキュアと共に戦ってきたけど、プリキュアという扱いを受けてこなかったから、今まで映画とかには残念ながら出れなかったっていうキャラクターも、あのオールスター界には結構出てたりするんで、そこら辺もね、やっぱ過去作を見てきたプリキュアファンとしてはめちゃくちゃ嬉しいポイント
ですね。なんかそれもね、ちょっと気になった方、見たことない方はぜひ見てほしいなと思いますね。あんまり言い過ぎるとちょっとネタバレになっちゃうんで、あんまり詳しくは言わないですけど、うん、本当にでもハグプリはいい回ですよね。そのプリキュア、節目の年に放送されたプリキュアっていうのもあって、それもあって本当にハグプリっていうのはねいいですよね。その後半の展開もね、結構賛否両論っていうのもありますけど、賛否両論っていうのかな、基本的にはまあ賛というかグッドな感じの評価は多いんですけど、バッドっていうよりは最後の展開で悲しくなっちゃう人がいるっていうのがちらほら見かけたんですけど、まあそれはそれでね、なんかやっぱこう後世に語り継がれるというか、だから未だにハグプリの最終回の考察って上がってたりするし、ルールーっていうキャラクターがいるんですけど、ルールーについてのイラストとかは未だにたくさん上がってるので、そういう意味ではハグプリのあの最終回って今思えば成功だったのかななんて自分は思ったりしますけど、それでもやっぱりこうハグプリの最終、特にね最終回ですけど、ハグプリをこう思い出すと、なんだろう、こうモヤモヤじゃないですけど、ハグプリロスみたいな感じの気持ちにはやっぱり未だになるので、まあそういう意味では、そういう意味でも名作なんだなと思ったりしますね。ハグプリいいですよね。ね、こうやって話すたびにちょっとしんみりしちゃうんだよな、ハグプリ。まあそれだけね、思い入れが強い作品というか名作なんだなって思いますね。はい、ということで、つくよみジゼルを守って愛する会理事長さん、ありがとうございました。ところで次のコメントです。おつおみさん、おつおみさんかな、ありがとうございます。多分このおつおみさん初めてのコメントなんですけど、このコメントはねものすごくセンスが良くて、もう絶対これ紹介しようって思ってたコメントですね。はい、藤本博さん、こんばんは。24歳男性の幼女です。ありがとうございます。このコメントが秀逸すぎるんだよな。LINE のアイコンをドキプリのラケルにしていたことが原因で、職場の人に大きいお友達とバレました。妖精ならバレないだろうと思っていたのですが、迂闊でした。私はこれから職場でどう振る舞ったらよいでしょうか。話は変わりますが、ラケルはリッカちゃんの魅力を最大限に引き出す最高のパートナーだと思います、とコメントいただきました。ありがとうございます。いやー、なんかこのセンスあふれる文章ね、もうこの文章からにじみ出るこのね、この最初から最後までのコメントがめちゃくちゃ自分のツボに来て、絶対紹介しようって思って今回紹介させていただきました。ありがとうございます。24歳男性の幼女ですってめっちゃいいな。でね、 LINE のアイコンをドキプリのラケルにしていたことが原因で、職場の人に大きいお友達とバレましたってことで、でもラケルってバレたってことは職場の人もプリキュア知ってるってことですよね。どうなんでしょうね、その職場の人もラケルっていうか、まあプリキュアの妖精ってこんな感じだよねみたいな感じの話からバレちゃったって感じなんですかね。それとも相手方がもう完全にラケルって知ってた感じなんですかね。どうなんですかね。社会人のプリキュアファンバレはなかなか辛いものがありますよね。自分の場合はなんですけど、なんかもうバレるの怖くて自分から言っちゃったんですよね、自分の場合。まあ今いる職場じゃないんですけど、自分一回転職してるんであれなんですけど、前の職場ではバレる前に自分から言っちゃえって思って、まああくまでコアじゃないライトなファンだよっていう体で自分は自分からバラしていきましたけど、相手からバレるより自分からバラした方がなんとなく傷は浅いというか、傷浅いっていうか、なんて言うんだろうな、相手もそこまで引かずに済むのかななんて思ったりしますけど、プリキュアってね、やっぱ見てる方からしたらね、十分ね、いいアニメだし名作だしすごくいいアニメなんですけど、プリキュアを知らない大人からしたらね、やっぱりこう子供向け番組っていうイメージしかないと思うんで、それを見てる大人っていうのはね、何かしらね、親戚の女の子がいるとか娘がいるとか妹がいるとか、そういう接点がない限りはちょっとね、男一人で見てるっていうのはやっぱりちょっと変な目で見られるかもしれないですよね。辛いとこだけど、でもなんとなくなんですけど、このおつもみさんのこの文章を見る限り、そこまで多分心の傷深くないんじゃないかなって思うけど、
なんかすごい余裕たっぷりな感じなんだよな、このコメント。自分がそう勝手に思ってるだけかな。なんかもうこの、とにかくね、このトミさんの文章が面白くて、今回紹介しました。なんか、溢れ出るハガキ職人臭がするんだけど、気のせいかな。はい、ということで、ゾミさんありがとうございました。24歳男性の幼女さんありがとうございます。藤本博史の動画。はい、ということで次のコメント読んでいきます。ドラゴニックマインドさんありがとうございます。うぽつでございます。この木曜の癒しの時間、すでに生活の一部になっています。ありがとうございます。早速ですが、札幌レイフレの配布本に数ページ何かしらで参加されるんですね。前回のレイフレはウイルスの影響下でかなり寂しかったんですが、今回はなんとか参加サークルも増えてくれるかなと期待しています。詳細は後日ということで発表を楽しみにしております。日程調整しておきますねとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、多分この動画が木曜日に上がってるから、火曜日に上げた動画かな。で、軽くちょっと発表してると思うんですけども、宇佐美やなめさんという方がいらっしゃいまして、ツイッターでね、仲良くさせていただいてる、プリキュアのイラストなんかを描かれてる方なんですけども、そちらの宇佐美やなめ様にですね、ちょっとお誘いいただきまして、札幌レイフレが12月にあるんですけど、レインボーフレーバープリキュアの即売会、プリキュアの同人誌即売会ですね、のイベントがあるんですけど、そちらにアンソロジー、一人が一冊作るんじゃなくて、いろんなプリキュア好きなイラストなりなんなり作る方たちが、今回は確か30名だったと思うんですけど、30名ぐらい数ページずつ書いて一冊の本にして、同人誌にして、それを販売しようっていう企画が今ヒープリアンソロとして今ちょっと動いていて、その宇佐美やなめさんがそのリーダーとなって今進んでるんですけど、その、30名の中の一人に選んでいただいて、で、今回そのヒープリアンソロジー本同人誌にちょっと数ページ自分が書かせていただくことになりました。非常に嬉しいですね。なんかいずれはやっぱ自分も同人誌書きたいなとは思ってたんですけど、やっぱりこう何十ページも書くっていうのはすごくハードル高くて、どうしようかなーって、いつやれるのかなって思ってたところに、このお誘いがけいただいたのは本当にありがたいお話で、今回ね、12月の札幌レイフレということで、それに向けてちょっと今いろいろ考えてる最中でございます。最中というか書くものは決まってるんですけど、どんな風にしようかなっていう感じで今少しずつ動き始めている感じですね。ドラゴニックマインドさんもおっしゃってる通り、自分自身は札幌レイフレにはちょっと行かないんですけど、現物の本はね、自分もいただけることになってて、で、あと今回札幌レイフレでその同人誌は販売するんですけど、通販もやるみたいなので、どうしても欲しいっていう方、てか、あとその総勢30名の方が、約30名の方が参加されるんで、ちょっと一回チェックしていただいて、好きなイラストレーターさんとかも必ずその30名の中にいると思うので、ちょっとね、欲しい方はぜひちょっと通販の方もチェックしていただければなと思います。価格帯とかはどうなってるんだろう、ちょっとちゃんと調べてないからわかんないけど、でもそんなに高額じゃないと思うんで、送料含めそこまでね、お財布の負担にはならないかなと思いますので、ちょっとぜひ通販なんかもね、チェックしていただければなと思います。で、札幌レイフレインの自分が書く中身、同人誌の中身についてはまた後日、ちゃんとね、その宇佐美やなめさんに自分が書いた同人誌のデータをちゃんと納品して、OK ですよってお返事いただいてから、ちゃんと発表したいと思いますので、それまで少しお待ちいただければなと思います。11月中にはお知らせできるのかな、12月頭か11月末くらいにはお知らせできるのかなと思いますので、ちょっと先ですけど、ちょっと待っていただければなと思います。はい、ということで、札幌レイフレのお話でした。ということで、ドラゴニックマインドさんありがとうございました。ということで、次のコメントです。暴れん坊さんありがとうございます。藤本さんこんばんは。ヒープリの衝撃の展開で物語が新たな局面に転がり出したようですね。今現在のどかちゃんのことがめっさ心配ですよ。あと他のリスナーさんも触れていますが、ヒープリの話数はどうなるんでしょうか。
今のところ公式でも発表はありませんよね。自分の希望としては60分70分くらいの特番を何回かやって帳尻合わせてくれたらなと思っています。ということでありがとうございます。はい、ヒープリがね今すごくまあ大事なお話を今やってる最中ですけどもね、非常に個人的にはこうグッとくる回が続いておるなっていう感じなんですけども、でヒープリの中身についてというか話数についてですね、まあ、コロナの影響でね2ヶ月間おさらいセレクションというか再放送がありまして、まあ、2ヶ月間、まあ、約8話9話くらいだったかなが、まあ、押してる状態になってるわけで、放送時期はどうなるんだ、話数は減るんじゃないかという話になっているんですけども、まあ詳しい方っていうか有識者の方のツイートなんかを見てみると、まあ公式からの発表はないんだけど、まあおそらく話数は減るだろうという話に今なってるみたいですね。うん、悲しいけどね、でもこれはしゃあないのかなと自分は思ってますね。うん、別にこれ誰悪いってわけじゃないしね、公式さんに批判のその目というか公式さんが悪いわけでは一切ないし、難しいところですけどね。まあでも、救いといえば救いなのかなって思うのは、そのコロナの影響で放送が一回中断したのはヒープリーの序盤の話だったっていうのがすごく救いだなと自分は思っていて、まあちょっと引き合いにこの話出すのもちょっとまたあれなんですけど、あの仮面ライダー01っていう作品も同じくコロナで話数が減ってしまった作品なんですけども、最終回迎えたんですけど、01に関しては結構中盤戦後半というか、まあ後半戦始まるか始まらないかぐらいのところでコロナの影響で放送が遅れたんですよね。で最終局面というか最終決戦で話数が減らされて、結構最後ドタバタして終わっちゃったっていう感じなんですよね。その最終パワーアップフォームみたいなのがあるんですけど、本当はね 2,3 週かけて描くところを1週間で一気にパワーアップして相手やっつけてみたいな感じだったらしいんで、プリキュアに関しては序盤でね、コロナの影響で放送ストップしたから、まあ最後ちょっと畳みかける感じになっちゃうかもしんないけど、まあでも今からなら、もうちょっとね調整効くのかなと思うんで、そこまでこう見てわかるようなドタバタ感取り過ぎ感になることはないのかなと自分は今勝手に思ってます。だからてかまあここまでね20年近くプリキュアシリーズっていうのを作ってきた優秀な素晴らしいスタッフさんたちがこのヒーリングとプリキュアっていう毎週素晴らしいお話を届けてくれる、そのヒープリスタッフがそのおざなりな話を作るわけがないじゃないですか。そこはもうプリキュアファン全員が絶対的な信頼を寄せてると思うんで、その話数が減ったとしても名作として素晴らしい作品としてちゃんと終われるように、ちゃんと素晴らしい最終回を迎えられるようにね、まあ調整っていう言葉もなんかちょっと悲しい感じするけど、まあファン、スタッフともに納得がいくような形にしてくれるんだろうなっていう、期待というか信頼は自分寄せてるんで、そこまで自分はまあ話数が減るその分見れない話があるのかななんていうのは悲しいけど、でもその物語の流れとしては自分全く不安要素はないんで、まあ公式の発表があるまでちょっと、てかあったとしてもまあ話数が減ったとしても自分はそこまで悲しい気持ちはあるけど、そこまでショックではないのかなって自分は思いますね。やっぱりね、プリキュアスタッフを信頼してるというか信じてるし、まあ皆さんもなんかこうね悲しい気持ちはあると思いますけど、プリキュアを信じろみたいな感じで、これからヒープリ楽しんでいただければなと思いますね。まあその670分の特番で帳尻合わせっていうのもありだと思うけど、でもそれもなんとなくない気もするな。その日朝っていう時間帯の枠もあるし、深夜アニメっていうわけじゃないし、東映アニメーションだからなっていうとまたあれだけど、話数減っちゃうのかなと思いますけど、でもそこまでその自分物語のその流れとしてはそこまで心配はしてないですね。プリキュアスタッフを信じてるので
はい、ということで、暴れん坊さんありがとうございました。ということで、時間的に最後かな。ななもさんありがとうございます。感想動画にも書きましたが、今週のプリキュアはダルノドがすごかった。ダルノドだダルノド、あんなにシリアス展開になるとは。私はシリアス大好物なのでむしろ嬉しいですけど、お子さんからすればちょっとトラウマなような、藤本さんは過去のトラウマ経験とかあるんでしょうか。イラリ使いはあんなに優しい世界だったのに、ダルノドは正反対。さすがの脚本という感じですね、という感じですね。ありがとうございます。はい、ダルノドのお話ですね。ダルイゼンとのどかちゃん、略してダルノド、まあダルイゼンとのどかちゃんのカップリングのお話なんですけども、最近ね、ダルノドが盛り上がってますね。いい意味でも悪い意味でもいや、これ話そうかどうか、なんか迷ったんですけど、なんかな、ちょっと個人的な意見をちょっと一言ボソッと最後にね喋っておこうと思うんですけど、まあ、わかんない方からしたら何のこっちゃという話だと思うんですけど、まあ、簡単にね、ざっとこう、概要を喋るとですね、まあ、これ別に、なんかこれを自分が喋って発信して、なんかまたなんかこう、この話題が広がっていくのも、またそれは自分嫌だなって思うんで、本当に、そこまで重大視しないでというか、深く考えないでほしいんですけど、まあ、ダルイゼンとのどかちゃんの秘密というか、隠しに迫るような話が今週のプリキュアありまして、ダルイゼンくんっていう存在がのどかちゃんから生まれたっていうのが分かって、で、それを、の話を見た一部ファンたちが、その、のどかちゃん妊娠だとか、あと、まあ、のどかちゃんから生まれたケダリーっていう幹部がいたけど、ケダリーが倒されたことが子殺しだ、子供殺しだとか、そういうことを言ってる一部ふざけたファンがいて、まあそれを批判するのはわかるんですよ。自分もそれはやりすぎだろうって思うけど、それはやりすぎだろうって思うんだけど、なんかその流れでね、なんかその流れでダルノドが好きなファンまで叩かれてるんですよね今それは意味わかんないなって自分思ってて、まあ自分もダルノド好きなんですよ。ダルノドミンという中の一人なので、まあ別にその今週のプリキュアを見て、そのね、のどかちゃんうんぬん、ダルイゼンうんぬん、ケダリーうんぬんの感想を軽率なものにしてる一部ファンを批判するのはわかるんですよね。まあ、そもそも自分批判ってあんまりする。まあ、でも批判も大事だと思うんだけどね。なんか、いいものづくりのためにはというか、プリキュアファンとしては、そこをきちんと批判するのも大事なことだなとは思うんですけど、なんか、確かにそのコメントすること自体は、悪ふざけみたいなコメントすること自体は良くないことなんですけど、なんかその流れでダルノドミンが全員頭おかしいやつらみたいなことを言ってる人もいて、それはなんか違うんだよなって自分は思ってて、そのやっぱダルイゼン君っていう危ない感じ、その危ない雰囲気を持った男の子と、のどかちゃんっていうそのけなげな優しい女の子のその危ない関係みたいなカップリングっていう、そのなんかまあアニメ好き、漫画好き、二次創作好きには結構たまらないシチュエーションなんですよね。だからそこで、なんつうんだろうな、そこの危ない関係のドキドキ感、ハラハラ感を楽しんでるのが、まあダルノドミンだと思うんで、まあ自分の勝手な考えですけど、だからそこを楽しんでる人まで飛び火してんのがなんかなあなあって思うんだけど、まあでもな、詳しく知らない人からしたら、その今週ね、悪ふざけしたコメントをしてる人も誰のドミンも多分同じ目で見られてるんだろうなって思うのがなんか、って思うけど、こうやって自分がなんか変に発信しても多分何も変わんないし、てか別に自分変えようとしてないしあくまでこれは自分のぼやきなんで、あくまでこれは自分が
誰の都民の地位を向上させようとか、そんなことを別に1ミリも思ってないんで、別に皆さん言いたいこと言っていいんですけど、まあ個人的にはうんって思ってたりするよっていう感じですね。と言ってもそこまで自分もそこまで深くは考えてないです。あくまで自分は一ファンなので、自分は何も、なんつうんだろうな、自分ツイッターとかであんまりプリキュアのこういうことを言わないようにしてるんですよ。言っても、うん。だって言ってもね、まあいいか、うん、そんな感じですね。こんな感じでね、YouTube ってか、ラジオ動画の一番最後の方で、こそって、まあ今言いましたけど、そんなに、自分は別に、なんかな、大変だね、大きなコンテンツって。いろんな人が見るからね、大変だね、と思いますね。うん、無知って怖いね、ということで、そんな感じの、お話でございました。はい、ということで、ナナモさんありがとうございました。藤本博の動画。はい、ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。プリキュア盛り上がっておりますね。今週どんな感じになるのか非常に楽しみですね。今週はのどかちゃんが疲れちゃって、みんなで気分転換させようっていう感じになるみたいですね。来週の次回予告見る限り。どんな感じになるのか非常に楽しみですね。あとは、まあ、プリキュアの映画ですよね。いよいよ今月末公開ですけど、まあ、自分も、公開されたら最寄りの映画館にそこで見に行こうと思っております。いつもね妹と言ってたんですけど、妹がね今ちょっと引っ越して別のとこ行っちゃったんで、まあ、残念ながら一人で見に行く感じになるのかなと思います。見に行くとしたら、まあ、11月の1日に日曜日とか、11月の3日、祭日の、火曜日とか、そのあたりに見に行くのかなと思いますけど。まあ見に行ったら感想動画とかあげようかな、どうしようかな。まあでもネタバレなしで行かなきゃいけないからな。ネタバレしたくなっちゃうからな。動画あげないかな。ラジオ動画のとかで、ボソッと言おうかな。ネタバレなしで、ちょっと喋ろうかなと思います。はい。ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。いつも皆さんコメントありがとうございます。すべて目を通させていただいております。このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時に投稿してるんですけども、この動画を収録してるのが2日前の火曜日の夜に撮ってますので、できれば火曜日か月曜日くらいまでにコメントいただければ、コメント、読み上げるというか紹介する確率はアップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ということで、じゃあ今回はそんな感じで終わりたいと思います。ということで、誰のどの明日はどっちだということで、今回はそんな感じで終わりたいと思います。また次回のラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画の相手は藤本博史でした。ではでは。